司法省は、フランスの省の一つ、司法制度の運用の監督を担当する。第二次及び、第三次、フィヨン内閣の下2009年6月23日からは、司法、自由省と称されていたが、第一次、エロー内閣成立後、2012年5月16日からは、司法省という名称に服されている。司法省は、 パリ一区のバンドーム広場に立つブールバルカンに所在する。その所在地からラプレース・バドムは司法省の代名詞となっている。司法省の中央行政機関はアンシャンレジーム機の最小に相当する大法官の役所にちなみチャンスレリーとも呼ばれる。また、司法省の長たる司法大臣はアンシャンレジーム機から受け継がれた国事証書という特別な職名を帯び、 国事を管理している。司法省の任務は以下の通りである。司法省の中央行政機関の組織は以下の通りである。国事証書権司法大臣はまた司法機関監督官の補佐を受ける。司法大臣は国事証書を兼ねている。司法大臣は中央行政機関に加えて官房及び報道官をその権限の下に置いている。 第5共和制2013年の司法省の職員数は77,542人である。ありがとうございます。